藤原です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析を配信していきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨について初心者から上級者でも分かりやすく配信してますので、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。はい、あとメンバーの皆さんには今日メンバー動画ね出そうと思ってます。引き続きね僕が爆撃取ってるアルトコインについてここで買えます売りますみたいなのを動画で分かりやすくまとめて話していきたいと思います。はい、じゃあ今日もねニュースいきます。まずね今日は、まあ、市場の話なんですけど、ビットコインが反発してますが、まあまだ市場はちょっとね上昇転換とは言えないんじゃないかと、まあ懐疑的だという話がありました。引き続きね連投金融市場のリスクアセットとまあ連動していますと、ナスダックの指数が下がったらビットコインも下がってくるっていう風になっているので、まだまだねビットコインが下げそうな雰囲気をしてます。で、この黄色い線にあるようにドル指数とはでも逆相関するんですね。アナリストの有名なマイケル・バンポッペが、ドル指数の動きは暗号資産市場の反転シグナルになりうるということを言っていて、今ねドル指数が、結構高くなってるんですね。で今までね今ねだいたい101ぐらいにあるんですけど、103とか102とかそのあたりでレジスタンされて落ちてきたっていうのがあるので、まあ、そろそろねドル指数も下がってくるということは、まあ、ビットコインとかもそろそろ上げやすいよねっていうことをまあ言っていましたと。あとビットコインの先物ベーシスの平均が去年の7月以来1年ぶりの安値に近づいていますということで、先物市場における投資家の弱気心理をまあ反映していますということですね。まだまだ、厳しそうで、アルトコインはですね、ステップンの GST と GMT がめちゃくちゃ今強いですね。まあ理由はね、まあ、引き続きステップンが人気なのもあるけど、アメリカの最大手仮想通貨取引所のコインベースの、市場に上場したってことで、両方同時にね上場したってことがあって、まあ、かなり好感されていて、バブルみたいな状態になっているということでした。はい、じゃあ今日、まあ、次ね、日本のニュースですけども、自民党のデジタル社会推進本部がデジタル日本2022というのを発表しました。これはブロックチェーン関連技術のNFT、メタバース、Web3 に関する多くの提言をまあ出してます。で、これはね、岸田内閣が目指す新しい資本主義に対して、デジタル側面のアプローチを、まとめたものということになってて、まあ、例えばね、今までは、まあ、短期収益重視なのが、これから社会貢献重視になりますよとかね、大都市集中だったのがデジタル田園都市国家などもありますよ。リアルな空間からバーチャル空間になりますよと。で、成長エンジンを Web3、分散型自立組織 DAO とかね、新たな付加価値 NFT などと、あと新規創造ってことで次世代産業スタートアップってことを挙げてて、日本もね、このブロックチェーンの全盛期にしっかり乗っかっていこうっていうことがまあ書いてあるわけです。ただ、皆さんも僕も気になる、まあ、税金についてね、ものすごく言及されてるわけじゃないんですけど、とりあえず、今ね、課税対象から外す仮想通貨っていうのを定義しようとしているって話がありますので、まあ、税制も改正される可能性もまだあると思います。またね、詳細分かったら、チャンネルで取り上げていきたいと思います。じゃあ今日もね、チャート分析いきますけども、今日はまあ割と上昇してるコインが多いんですけど、さっき言ったようにステップンの GMT と GST がめちゃくちゃ上げたので、その2つと、あとエイプコインも強いので、それもやっていきたいと思います。まずビットコインからですね、ビットコインはね、ちょっとしばらく、この今の価格帯で耐えるのかなと思いますね。39,400ドルなんですけど、もうずっとね、この辺でもじもじしてます。で、まあ一応平行チャンネルにあるので、現物を買っていくのは別に全然、いいと思うんですけど、
ちょっとレバレッジ取引はね、ちょっと注意した方がいいと思います。今結構、値動きが激しくなる可能性があるので、一気にね。まあ、この辺でちょっとこう、ぎゅーっと値段をね、こうやって、価格が小さくなった後って大きくね、上とか下とかに行きやすいので、短期のトレードの人はちょっと注意してくださいね。で、落ちるんだったら3万6千ドルまで落ちます。で、上昇トレンド転換するときのサインとしては、やっぱり移動平均線の 50MA をしっかり超えるところ、4万2000ドル以上にならないと、ちょっと上昇トレンド転換とは見て取れませんので、とりあえず FOMC が5月にあるから、5月上旬ね、ゴールデンウィークぐらいの時にあるんで、それぐらいまでちょっとね、軟調な相場になりやすいかなと思いますね。現物を買うのは全然いいと思います。じゃあ、イーサリアムですけども、イーサリアムはまあビットコインとほぼ同じです。2900ドルぐらいで、まあ結構下の方でもじもじしてるんですけど、こっちもね、まあもう一段下に落としてくる、2500ドルぐらいまで落としてくる可能性もあるので、まあ、ちょっと様子見した方がいいでしょう。で、移動平均線も割れているので、まあ下落トレンドですね。もうちょっとこの辺で耐えてくると思うので、様子見ましょう。じゃ次、ステップの GMT ですね。コインベースにね、上場して、かなり、強い動きしてますね。今4ドルジャストぐらいなんですけど、最高値更新して、4.2 ドルぐらいまでいったのかな？こんな感じです。ただ、まあやっぱり2度平均線タッチして上がってきたんですよ、予想通りね。ただちょっと怖いのは、こっちのね、こういう上昇トレンド、レジスタンスラインありますから、一旦ここで売られて、ちょっとダラダラっと崩れる可能性もあるので、こういうね、先に尖った上昇ウェッジの時は、一旦利確してもいいかなと思います。で、もし上に抜けてきたら、相当強いイナゴ発生するので、そしたらまた、買い戻せばいいし、ね、どうだろうね。GMT の方はね、ちょっと出来高減ってたりするので、ちょっと一旦ね、この上昇波は終わって、一旦例えば移動平均線、今ね、ここに発生してるんですよ、ここにね。2ドルぐらいとか、ここまで一旦調整するとかっていう可能性もね、持っとかなきゃいけないですね。このままずっと一辺倒に上げてくるってことはないので、どっかでやっぱりね、調整には入ってくるので、一旦利確でもいいような気がするけどね。一旦利確して上に行ったらね、それついていくって感じでまた買い戻すって。そんな感じでいいような気がします。あと、4時間足とかで一応見とく？4時間足見てる限りだと、まだ上に突き抜けそうな感じもするけどね。この辺これ安値切り上げで、移動平均線ぐーっと上がってきてるから、またタッチしてまた上に上がってくるって可能性もあるのね。どうだろうね。はい。まあただ、長期的に全然ね、上げる可能性はまだまだあるので、長期保有の人は別にね、細かい値動き気にせずに、まあしばらく持っとくっていうのもまあ全然ありかなと思いますけどね。じゃあ次、GST の方久しぶりに行きましょうかね。GST の方がさらに強いですね。かなり上がってきた。7.2 ドルまで来ました。で、こっちは、拡張型のチャンネルみたいになってるので、ここでやっぱ売られやすいんですよね、一旦ね。だから、一旦ちょっとここで天井を迎えて、ダラダラ落ちてくる可能性もあると思います。で、GMT と一緒で、もしこのね、拡張のウェッジを上に抜けてきたら相当強いイナゴ発生すると思うんで、そしたら全力で乗っていきたいんだけど、一旦調整入るとすると、まあ、この辺なんで、まあ、5ドルぐらいまで落ちる可能性はあるかなと思います。とりあえず今持ってる人は、ほとんどの人は含み益だと思うので、まあ一旦利確でもいいとは思ってます。じゃあ最後に、エイプコイン行きましょう。エイプコインね、最高値更新してますね。20ドルまで来ました。ただこっちも上昇のウェッジなんで、まあ、そろそろ先端なんですよね。なので、
ちょっと大きな、調整には警戒した方がいいかなと。どうだろうなでも出来高も結構ね、最近入ってるので、こっちも上昇のウェッジを上に抜けてきて猛烈に100ドルぐらいまで上がるって可能性もあると思います。まあ、少なくともね、これだけ強い上昇してきて、で、日足の RSI も、もうね、70ぐらいになってますので、まあ、それ考えたら、ちょっともうね、今から買うっていうのはちょっと遅すぎるかなって感じ。まあ、買うんだったら、一旦例えば調整相場になって落ち着いたところで買うか、あるいは、この上昇のウェッジを上に抜けてきたら多分相当強い上昇来るので、そしたらまあ思い切って乗っていくとか、まあそのどっちかかなと思います。今のこの20ドルって価格帯で買うともうちょっと結構損しやすいので、まあ注意した方がいいかなって感じですね。はい、というわけで、今日も、仮想通貨のニュースとチャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。そして動画の説明欄に僕をおすすめしている仮想通貨取引を紹介しております。キャンペーンで仮想通貨とかお金がもらえる取引所もあるので、ぜひざっと見て登録してみてください。それでは最後に富士山のじゃんけんじゃんけんポン、またね。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にもクレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いしローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないっていう人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。富士マナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますのでぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。